里崎チャンネル。こんにちは。ドラフト通信も。はい。来ました。来ました。ドラフト終わりましたね。終わりましたよ。ちょっと楽しかったです。やっぱり見てて。は？ね、楽しかったですね。楽しかったですか。はい、そうなんですか。はい、また今度の動画でいつ出るかわかんないですけど。今日はですか、はい、今日はですね、はい、初回は、うん、中日ドラゴンズからいきたいと思います、はい、そうですね、はい、まあ、中日はですね、ドラフト1位に、はい、高橋宏斗投手、はい、中京大中京でね、まあ、進学するかプロ野球志望届出すかっていうところでね、うん、迷ってたところプロ野球志望届出して、はい、ドラフト1位指名単独というところで、はい、正直競合するかなと思いました。ああそうですか、はい、でその中で、うん、一本釣りっていうかね単独指名できたっていうところは、はい、まあ、地元ですしね、うん、でなんかドラゴンズジュニアかなんかに入ってたらしいんですよね。へえ。で子供の頃からドラゴンズファンっていうところで、うん、まあ、よかったですね。そうですね、はい、まさとさん予想の段階で1位はまあ高橋くんだってね、はい、まあ、これはもう簡単だ簡単なところでしたけど、はい、はい、僕なんて今言ってました。中日は、まあ、1位が高橋くんだと、はい、で2位に栗林くん行くと、はい、はい、で3位で絶対パワー系の外野を取れて言ってました、うんうん、はい、言ってましたね、はい、というところで上からピッチャー高橋宏斗選手、中京大中京、はい、で2位が森博人投手、日本体育大学からピッチャー、はい、うん、で3位が内野手土田龍空選手、はい、近江高校のショート、うんうん、守備力高くて、はい、ホームランも高校通算30本、はい、通算打率は4割超えると、うん、で4位が福島翔太選手、倉敷工業から、投手、はい、ここで5位加藤翼投手、帝京大、投手、6位外野手三好弘則選手、 JFE 西日本外野手、あ、ここで外野手来ましたね、はい、でここから育成が3人で、はい、投手近藤蓮投手札幌学院大学で、2位が上田幸太郎選手、共栄高校で、3位が松木平優太選手清華高校、はい、みんな投手ということで、はい、育成が投手っていうところでね、うん、外野は三好選手だけでしたね。そうですね。でも、まあ、即戦力ですけど。そうですね。どうなんでしょう。結構パンチある感じの選手なのか。うん、でもここは、はい、メッセージ、はい、書かれてます。ありました？やっぱね、毎回言ってるんですけど、はい、ドラフトで点数つけるのはナンセンスなんですよ。はい、正直ね、うん。毎回言ってるんですけど、そうですね、98年ドラフトの里崎、ドラフト当時、うん、D ランク、はい、10年後、うん、S ランクっていうね。はい、だからよくそれでもよくわかんないドラフトだったって言えるよね、うん、今現在もね、早くこれをね世の中に反映させてね、うん、世の中を変えてやりたいね、はい、ドラフトは点数つけるような、うん、もんじゃないっていう、はい、仮にやるとしたら個人的に一番良かったドラフトはここなんじゃないのかなっていうのはいいと思うんですよ、うんうん、はい、だから良かったんちゃうかと思うドラフトあったとしても、うん、ダメなドラフトっていうのは今はなんてわかんないんですよ、はい、だから前、去年もね、うん、言いましたけど、はい、ドラフトっていうのはチームからのメッセージなんですよ、はい、そのメッセージをどう読み解くかが面白いですね、うん、そうですね、うん、だ今回もここから見えるものがあると、そうそうそう、はい、中日、うん、ピッチャー4人、はい、内野手1人、うん、外野手1人、はい、与田監督はね100点ですと、はい、1位の高橋君は早い段階から1軍に上がれる投手と、うん、全体的にいいドラフトだったと思うと、うん、育成3人は時間がかかってもしっかり育てたいというね、うん、ところで、はい、これね去年のドラフトをちょっと見なきゃいけないんですよ、はい、去年が中日ピッチャー4人、はい、キャッチャー1人、うん、内野手1人だったんですよ、まあ、内野手1人はドラフト1位の石川選手ですね、はい、うん、っていうところで今年も去年もピッチャー多いですね、いや4人4人取ってますね、はい、はい、っていうところで、うん、まだピッチャーに不安があるのかなと、うん、あと層が薄いと、うん、思ってるのかもわかんないです、ね、そうですね、チームは、うん、だそういったところだからやっぱり今年はね、うん、ドラゴンズチームライズがちょっと下がってるんですけど、はい、まあ、ここに来てねこのチームとしては上がってきてるんですけど、うん、ジャイアンツに勝つためには打線じゃないと、はい、投手陣を厚めにして勝ちに行きたいっていう、まあ、ところなのかなっていうところのメッセージ、はい、あとはまあ1位はね地元っていうところで、でこの3位のね、はい、土田選手、はい、ここにまた新たなメッセージが、うん、ショートのはい、守備力が非常に高いんですよ、うん、って書いてありますね、ちょっと気にならないですか、ショートの守備力が非常に高いんですよ、はい、
でもショートってもういますよね。ネオがね。はい。ということは、はい、ネオ、うん、外野なんちゃうかっていう。はあ。コンバット。なるほど。そんで、はい、パンチ力ある形に育てて、うん、はい、パワー系に何のかなっていう、そう、まあ福留選手みたいな、はい、に育てていきたいのかなっていう。確かに。ここだから無理に外野を取んなくても、はい、うん、もうネオ外野行くから、はい、フランとしては。うん、アルダに取ってくるよりもやっぱ育てたいと、はい、今年も一軍でねちょこっと出たんで、はい、まあ、守備力も含めてね、うん、もっと成長していかなきゃいけないですけど、うん、そこを育てなきゃいけないっていうメッセージですね、はい、でネオを外野にするから、うん、同じ世代の外野はいらないと、うん、しかも3位に辻田選手が残ってて、はい、うん、これをショート、うん、サード石川、はい、で未来に行くで、うん、もしくは辻田君をセカンド、うん、京田と共存とか、そうですね、で安倍と共存とか、うん、でそういうところを考えながら土田、石川、はい、でネオガイア、はい、でパワフル系を補っていくっていうのかもわかんないですね。あ、まあ、そういう戦略もちょっと見えますよね、うん、それだったらちょっとどんどん納得いくんですね、うん、はい、でしかも今年キャッチャーね一人も取ってないっていうところでは、はい、やっぱあの木下投手がね、うんうん、あ、木下捕手が台頭してきて、で RL マルティンもいると、うん、でまあその下にはね加藤選手は郡司選手ね去年取ったんで、はい、まあそこまでしてキャッチャー取る必要もないんでね、うんうん、っていうところでまあその野手陣に対して、うん、まあ去年も石川取ってるっていうところもあってそこまで特別いらないかなっていう、うん、だから投手陣をしっかり厚めにして、はい、今のいる野手、うん、そしてこれから出てくる野手を教育してどこまでチームを立て直せれるかっていうところを狙ってんのかなっていう。はい。でもあと一個気になるのが、はい、動画の中でこのドラフトで大野投手が出ていくか出ていかないかっていうのも見えてくるかもしれないって言ってたんですよ。言ってました。はい。そうね。どうですか。この投手多いんですよね。投手は一応多いんですよね。でも左投手は、はい、この福島投手だけなんですよ。はい、試合下では。しかも高卒ですね。すよ、うん、これは出ていくから投手多めなのか、はい、ちょっと分かんなかったですね。でもそう、もし出ていく可能性が高いってなったら左の即戦力取る可能性もありますよね。そうですね、うん、ちょっとここはね読み解けなかったですね。読み解けないですか。まだ分かんない。まだ分かんないです、はい、これのドラフトを見て、はい、あ、大野絶対出ていかない、はい、っていうのも言い切れないし、はい、絶対出ていくっていうのも分かんないですね、うん、分かんない。うわ、ちょっとまだ右なんでね。そうなんですよね。1位2位が、はい、これが1位2位でね左とか行ってたら、うん、ちょっと話は変わるんですけど、はい、まあ、左がねいなかったのかも分かんないですけどね、はい、欲しくてもね、うん、2位に残ってなかったのかも分かんないですけど、はい、ちょっと分かんなかったですね。そうですね。さすがの僕も、はい、まあ、じゃあもうすぐもうすぐですからね、その FA の話っていうのも。そうですね。でもまあカープはね、あ、カープじゃない、ドラゴンズはね、はい、今もう頑張ってなんとか、うん、2位にまで滑り込みたいなっていうところと、はい、大野はね、沢村賞が可能性あるんで、ね、今関東10ぐらいしてるんで、はい、うん、そういった面でもまあどうなるのか、もうあとはお金を払えるかどうかじゃない、はい、うん、そうですね。中日だって防御率 3.70 だから、うん、今年で言うと 今現在で言うと1位に4位なのね、はい、その防御率、セ・リーグ防御率が、はい、そこをもうちょっと良くしたいっていうところが、うん、あるかもわかんないですね、はい、ドラゴンズはあの得点より失点の方が上回ってるんで、うん、要は A クラスで得点より失点が上回ってるのドラゴンズだけなんですよ。 DeNA でも得点の方が上回ってますから、はい、そういった面でも、うん、やっぱ1位を狙っていくためには、はい、投手力整備したらいけるって、だから打線を上げるよりも、はい、今の打線は、まあ、この形でいくからそれを大きく変えることはない、はい、下からの台頭、石川、ネオの台頭をどこまで期待できるのかっていうところで、速攻性としてはピッチャー陣でなんとか、うん、っていうところで来年1位を狙っていくって戦略ですね。なるほど、まあ、まあそう考えたら僕はね、はい、よかったんじゃないのかなっていう、ドラフト戦略は、うんうん、はい、面白いし、まあ、これでネオは、まあ、外野なのか、うん、まあ、ネオセカンドショート、うん、土田君っていうのもね、はい、未来構想であるかも分かんないですけど、ひょっとしたらネオがね
外野っていうところで、うん、あのニューフェイスとして外野の台頭を、ね、期待してるっていうところもあるかもわかんないんで、はい、まあまあドラゴンズ面白かったですね。そうですね。あとはこの高橋くん一本取りできたっていうところは、はい、本当にチームとして大きかったと思うんで、うん、まあ、与田監督がね100点ですって言ってるところは、はい、まあ、確かだなと思うんで、はい、これがまだ100点って言い切れるってすごく、ね、満足してると思うんですからね。はい、まあ、まだね毎年恒例の1年後、はい、あの答え合わせ、あ、そうですね、1年後の通信もやりますから、はいはい、ということで今日から1日1球団ずつ、12日渡ってドラフト通信簿をお伝えしますので、はい、明日もぜひご覧ください。はい。